ハロー、こんにちは。ジェンジー VS DRX、パッチは 14.3。マッチ44って書いてある。もう44シリーズやったんだ。あー、スモルダー版、マジか。スモルダー見たかった。昨日スモルダー出てきた試合は全部おもろかったんだよね。番ですか。さっきのシリーズ DK 戦ではスモルダーピックも番もされなかったんだけどね。ジェンジーはスモルダーを高評価している。俺も超強いと思うし、T1 は ADTF やってたよ。セナー、ジェンジー KT にさ、このセナノジラスでやられて、セナにやられて、無敗記録ストップして、そっからずっとセナやってるね。で、DRX、カルマリージン、早い。DRX は下位チームだね。9位かな、10位中、1勝7敗。ジェンジーは7勝1敗の2位。 DRX はトップのラスカルと ADC のテディがベテランなんだけど、他がね、新人ですからね。チャレンジャーズリーグで優勝したメンバーではあるんだけど、去年パイク？なんかピックバーンが早いな、 DRX。 相手がセナピックすること想定してない？ピックが早いぞ、ちゃんと決め打ちしてる。パイクって別にここでピックする理由ないけどね、バンされるわけないし。何かあるぞこれ、何かあるぞ。パイク TF とかない？おもろいね。ジェンジーはトップキン、キャニオン、チョービー、ペイズ、レヘンズ。抜かりねえな。トップのキーンが強くてな、キャニオンがやっぱトップギャンクもうまいし。噂によるとパイクミッドもいけるらしいんだけど、さすがにプロではないよね。今日このアジール、ショーメーカーがタンクビルド言ってたけど、チョービーはどうなる？アジール練習したいからさ、ちょっとアジール参考にしたいな。いつも見てるけど、あんまアジールを練習しようというか、アジールを学ぼうっていう意識で見てなかったから、注目していきたいね。でジェンジーはここでシビアとエズリアルバン。パイクサポートがロームしやすい AD ケリーだね。オルスバンできる AD ケリーをバンしていく。シビアバンなんだ。昨日デフトが使ってたな。でカッサンテ、トップカルマを、そういえばラスカル2回使ってたね。ボコボコにされてたけど。 TF TF トップ、カッサンテ相手 TF トップ。メレー相手いいだろうね、レンジトップの TF は。パイクのローム注意だけど。でバイ、キャニオンの場合初じゃない？今年パイクとジグス、ジグステディ。一人でほっとけるよね。どっちしていい？ DRX の構成これ強いの？なんか組み合わせたらゲテモノ料理できたんだけど。序中盤構成かな。レートゲームはもちろん勝てないです。 DRX 序盤にオールイン。やっぱ序盤にオールインって言っても、ジグスカルマが連戦多少強くても破壊する系じゃねえからな。DPS 皆無じゃね？ジグスカルマ、カサンテ、リーシン、パイク。オブジェクト取れんのかな。ハロー、こんにちは。ジェンジー VS DRX 始まりました。
DRX この構成を準備してきてるよ。パイクピックも早かったし、カルマリーシンピックも早かったし、ただ合わせてみた感じ強そうには全く見えないですよね。ダメージどこ、 DPS どこ、うん、一方ジェンジーは今一番強いと言っても過言ではないセナノーチ、そしてアジール、今メタ OP キャラの TF、 加算って何もできなくねえか TF 相手。でもジェンジーはもう鉄板だよね。エンゲージあって、レートゲームあって、 DPS あって、まあ、DRX は序盤有利取らなきゃいけないよ。ジグス一人で、まあ、ロストチャプターとか出た瞬間味方のパイクがねロームできるから、ウェーブクリア早くて射程も長いし、まあ、ロームでパイクが何かしなきゃいけないよね。パイクジグスだとあまり 2v2 のプレッシャーはないよね。連戦で破壊するタイプではない。ロームで破壊したいけど、アジールは機動力もあるし、まあ、一旦レベル2パワースパイクでうまくやるよ。一旦削るよ。ただノーチラス一応テレポートはある。しかしサポートアイテムを買いたいわけで、いやサポートアイテムはセナか。セナが初手でサポートアイテム買ってくることもあるんだけど、今回パイク相手だからかドラケン初手だね。ワンバックしてからサポートアイテム。キーンのいいところは本当チャンピオンプールが広い。めちゃくちゃうめえし、お互いにジャングラーボトムからトップに向かう。バイやっぱクリアンも早くないな。オート W 強いよな。ローミングする。おお当てる。機動力あるアジールはちょっとパイクでロームしづらいよね。でもすごいマナを使わせることには成功。これでカルマがすごい楽にはなるよ。連戦 WEQ 全部使ったらマナがねきついですから。アジールプレターが、アジールはフリートフットワーク、スタンダードなアジールのビルドか。まあ、時間経てば絶対ジェンジー勝つからな。どう DRX が、まあ、準備してきたこの構成で序盤破壊するか楽しみですね。ジェンジーのレーナーたち、レーンも強いからな。キーン、チョービー、ペイズ、レヘンズ、そしてキャニオンジャングル、このチームを崩すのはきついぞ。個人の能力が高すぎる。ミクロが高え。パイクがトップ行くのも TF は1回2回警戒しないとね。パイク来てるぞ、パイク来てるぞ、パイク来てるぞ。ゴーストある、ゴールドカード。うわーこれなんだよな。ゴーストフラッシュで来てるから機動力半端ない。フラッシュ使わせれば次に繋がるんだけど、フラッシュ使いませんね。
まあ、こうやってパイクがロームするからジグス一人でボトム守ってもらうと。まあ、タワシャに行けないようにするのはいいね。ただもうマナがないのオチ。だからジェンジーがドラゴン1個抑えたんだ。 TF アルティメットで寄る。ミシンフラッシュあります。いいね。 TF のアルティメット1回いなしたのはでかい。 DRX グラブは3つ取ってる。そして逆に寄りが早いパイク。ノーチェラスもテレポートで一旦ミッドに寄った。なんなら5人いるぞミッドに。もうこれはエンゲージができないのでジグスがボトムウェーブプッシュ。カサンテ地獄だったけど味方が助けてくれてやりやすくなったね。でパイクがまたレーンに来た。しかし TF はここで一旦帰るタイミングよ。まだ1回もリコールしてないからね。ちょっとこれは TF はバックするタイミングでそこまで長くここにステイできないのでこれは一旦 TF いいタイミングで帰る。ここからセナがミッドに行ってプッシュ手伝ってあげるよな。DRX 바빴어요왔다갔다거리고막파이크도그렇고리신도그렇고액션도하고이것저것드리블도하고나름시도도하고근데이대로가다가져있습니다아지금이런거라도이런거로이런거더성과내야돼요더今アジールのさなんかバグがあるらしいね。カメラもなんかすごい変だったよな。これ直ったのかな。新しいパッチで 14.4 で今日来たけどパッチ。最近俺アジール練習しようってことでさアジールやったんだけどバグってんだよな。 WEQ してんのになんか Q してない判定で、でもなんか移動クリックを押すとちゃんとなんか移動先にいるみたいな。画面ではアジールが動いてないように見えてんだけど本当はちゃんとブリンクしてんだよね。なんか E が止まるバグみたいな。止まってはないはずなんだけどね。止まってるように見える。多分そのバグだろうな。オートダブルできるの詐欺すぎん。TF マジでイカれてるようなバフ内容が。もう今の TF さカード選ばないやんね。もうオート W で出てきたカード適当にパッて入れるだけ。ブルーカードなんならダメージ一番出るし。今の TF ってマジで特に AD ビルドはノースキルだよな。カード選ぶとかそういうのないよね。 Q も使わないからマナ切れねえし、ブルーカード使わなくていいしミニオンに。세나노체쪽도잡기어렵잖아요웬만하면아그럴까요그러니까특패가만만한건맞는데심지어특패잡을거면스펠빼놨을때잡는게원래맞는건데예그러니까원래이런식의스노우볼조합의시나리오는요압박을해서상대를잡으면베스트고못잡고상대가이게빠져있는그림이나면오브젝트챙기는게그차선책이거든요 TF は AP よりも AD が強いのかな。 AD 以外出てこないね。원래용이라도쫙쫙굴려굴릴수있었으면모르겠는데뭐그것도지금턴상안됐고차라리그냥라인을바꾸면서최대한포탑공략쪽에한번힘을쓰려는것같은데아그래서테드를위쪽으로올려보냈군요어그렇죠뭐지수가라인클려가지고0-0킬을젠지가골드사つけてる。プラスセナまでいるからね。それ以上に差はありますよステータスでは。でドラゴンも抑えてるし、これ DRX まずくない。パイクが動いてはいるんだけどキルに繋がらないね。キル取りづらいぜ。別にパイク来たところでカルマパイクでどう殺すのアジールを。まあ何かしらのアクション常に取らなきゃいけない。で DRX は正直グラブ別に取られてもいいよね。相手タワー殴るような構成でもないし。
그냥 다 부시고 다닐 수 있거든요 이게. 아 그거 그렇죠 직스. 네. 막 지그스가 타와 나그레테 타와의 HP 계속따라 W대 팡팡 꼬아せるか. 타와의 엑스큐트 2割 ぐらいから W대 持っていけるし. 근데 젠지와 드래곤을 取ってるので. 아 이렇게 굴린다. 네 열심히 때리죠. 뭐 최종적으로 DRX 4ドラ 取って 勝たなきゃいけないだろうから 時間かかるよね。 ただ DRX やってることは わ グラブで ジグス にお金を集める これが一応狙いらしい。 ドラゴンは 取っても すぐには強くならん。 ほぼ変わらない 序盤は。 だけど グラブ 取って タワーを 取ることによって ゴールドは 多く入ります。 即 強くなるのは タワーだよね。 グラブで。 ドラゴン をギブで ゴールド でアイテム差で DRX は集団戦勝っていきたいと。 4ドラとかそういうのはもういらねえのかな。でも4ドラないとエルダーないと結局終わらない気がするけど、どうなんだろうね。こっからジグスがタワー全部壊してたらあるけど、どうだろう。トリプル、ダブルテレポートプラス TF いるからね、なかなかここからタワー全部取るの難しいと思うよ。まあ、一旦ジェンジーはドラゴン2つ抑えたから、ここからドラゴン、まあ、もちろん DRX も欲しがってくるんで、そのタイミングでドラゴン渡して逆サイドで自分たちもゴールド取り返せば、まあ、装備の差は埋まってって、で装備の差が埋まったらこの構成ジェンジー絶対勝つんで、まあ、DRX が本当どう、うん、テンポを、ね、早めてゲーム畳んでくるか楽しみではあるね。そうなんだよね、別にノーチラス硬いからな、お留守番できるんよね。でアジールは機動力あるから捕まえられないし、カルマだし、こうやってゴールド交換ってなると、タワー交換ってなると、ジェンジーの方が攻勢が強いので、レートゲームDRX 焦ってるよ。積極的にグループしてタワーを壊そうとする、強引に壊そうとする。ここで甘えたやつ1人倒したい。だけどアジールです。ノーチラスと TF は来ないぞ。 TF はただウルトつけただけ、ビビらせただけ。あと1回ミッドでシージできたらジグスの W でタワー取れそう。だけどジェンジーもタワー取り合ってんだよな。ジグスウルトでウェーブクリア。何これ。パイクのスタンはつながらない。ゴールドカードはセナ、アルティメットタイミング完璧ではある。うわー、アルティメット出る前に殺しきった。そしてチョービー、タワーがギリギリ残ってはいるが、ノーチラス硬すぎる。いやー、ジェンジートップでアクション強引に起こしたね。いいね。上位チーム相手以外だったらこれ結構なんか初見殺しできそうだけど、ジェンジーみんなメンバーミクロが高いからな。DRX がゴールド有利取ってたんだけど、ジェンジーもトップのタワー取り返してプラスキルまで拾ったので、ゴールド勝ってる。 DRX はグラブ6とファーストタワーは全部取れてるね、アウタータワー。だからエンゲージ仕掛けやすい相手がタワーに戻れないんで、帰るタワーはないからな。一旦 DRX、 敵のドラゴンは阻止する必要がある。なんなら自分たちも4ドラ集めていきたい。
체력을갉아먹는게중요합니다네그리고신나게때리는데멀쩡네점멸뺐어요네아무리먹은노틸이라그래도지금타이밍은강조하신대로 DRX 도데미지가나와요그리고그과정노찰았어死ぬことはないけど今のでダメージ食らいすぎると集団戦できなくなるからフラッシュ切ったね맞아요계속시도하다가드래곤쪽에일단은진을잘쳤습니다 DRX 지금직스도だからさレヘンズってマジでエンゲージ得意だからショットコーラーでセナ使わせたらまずくねエンゲージショットコーラーが硬いってなるとなキャニオン完璧な Q フラッシュゴールドかどうマジかよあと一発でバイ死んでたのにでもカサンテも来て TF は倒すでもバイが生き残ってるのでスマイトがあるノーチェラスは硬いですそしてアジールが向かってくる おいキャニオンヘラルドの使い方うまけどそのまま死んじゃったよりに使ったんだけどおもろい今の使い方タワーに当たってたらねシールドついてねバイすごい強くなってたけどカルマに当ててたなもう DRX はもうソロ級スタイルで行くしかないもう常に戦闘をしてエースとエースをきれいに取ってオブジェクトを取らなきゃいけないね TF のアルティメットで敵の居場所分かってるぜジグスとカサンタが遠いの分かってるジェンジー パイクウルトあるぞパイクウルトあるここで勝たないと DRX 本当に終わりますこれドラゴン取られたらもう終わり正直もう終わってるけどこのファイトを勝たないと終わりですただステータス的にジェンジーがなゴールド有利だし背中いるしな取ったのはノーチラスサンドラゲットジェンジー戦う必要全くない時間経てば勝ち DRX の構成マジで何やっても勝てねえからとんでもねえ化け物下手物構成選んできたな그냥젠지가자신감있게잘열었죠예특히나파이크체력빼놨던걸마무리를잘했고요그리고 DRX 의앞라인이라고볼수있는크산테가없었어요애초에우와골드카드에그스기르리신은좋은플레이를보이는듯했는데대처가좋았고요뭐뒤늦게와가지고좀반격을한다고하지만뭐잘죽지도않고그렇죠이미딜이딜의핵심이라고볼수있는리신이없었기때문에그리고테디가죽으면안되는데あーテディがアジールのウルトのフラッシュ事故ったんだアジールのウルト避けられなかったんだジグスくれど상대가턴을좀길게써가지고다시싸웠을때뭐가되나했는데그것도젠지가수습을잘해서이제젠지가거의다온거거든요그럼어이거빨리왔네요 네, 네사실아까부터좀와있긴했어요아그랬군요이미앞서나간지좀됐어요예그래서 DRX 가어차피멈추면안됩니다 OK DRX 一生戦いに行くぞただノーチラス硬い farm しっかり食って그렇다면다른쪽은안되고요어쨌든이렇게대치되는와중에아지르도크고있어서좀답답해집니다운영도안돼요지금 DRX 싸워야돼요페이즈요케르 DRX 마지데아셋됐네작에서이제손해본다는얘긴데그렇죠사이드가이미다시힘을모아야겠죠네점점시작부터미래가사실상시작부터미래가없는조합이었는데네이제현재가없어지고있다는얘기는아근데이게이야마지네この構成에그すぎるだろ스크림でしっかり勝ってたのかこれ逆にスクリームだと勝てんのかな이니시에같이도움줄수있는카드가또없는것도단점이에요마레니미르고미코세난다けど돈으로때려야되는조합이잖아요국제전で젠지가다시そうな構成まだここまでひどくはねえけどないくら젠지でも맞아요그러니까이게벌써이게무순이된다는얘기거든요
練習してるっぽい動きではある。まあ確かに、まあ、これジェンジーがうまく対処しすぎたってことか。グラブしっかり取ってジグスでタワー破壊する、ゴールドで装備差で圧倒するみたいな、まあ、構成ではあるな。ただジェンジーがうますぎた。그이후의컨비네이션도안나오게되면서일단1차는막아내긴했거든요그게땡긴다음에차야돼요네어이그렇죠본인이이래아니직스가어떻게보면타이틀이많이걸려있거든요지그스신다라코너코스에오와리다죠지그스가가나메난다けど메인딜러이자그런데문제는그직스가눕고난다음에는1차그큰그림의1차도날아갔고아21분때인데격차는더벌어지고있습니다지금거의5천량에가고있습니다선수들의어떤뇌회로도이럴때잘코너코스에그라브토르나인데그래도그라브토리나가라드라곤못사야나이또기보가나인데요나근데분명히그연습에서는그라브토르다게이제게임가다니까라초중반에대부분앞서갔을때막밑에때오멋이로이게도막젠지가타이삭음악같다나각막으로가려주고セナの霧の中で潜ってたから見えなかったのかね、TF が来てるのを。セナの霧うまく使ったね。T1 がこの構成しても辛いですか。はい。사실은거의없습니다그렇죠뭐용도3스택을밀리고있는상황이라다음한타를좀보는수밖에없겠네요근데용다왔어요그런데솔직히고미스원래굴려야되는조합이고융유충을먹었었기때문에주도권만잡았으면정말공성에는엄청나게속도가 나왔을텐데예뭐지금처럼이제밀렸어요엔게이지가나이다메이지가나이레이트게임은기보모나이だけど랜破壊する파워모나이벌어드릴곳이없어요 자이러면은어쨌든이나니모나이임무는분명있을것같습니다 DRS 내잘잡고있어요아이게참빨리모여서포킹이라도좀넣어야되는데사이드가밀리니까아그리고이거보면아이거지금의용을아니이게용을유일한아르는파이크가움직여서게임을파괴するようだけど丸分かりじゃんそこしかないから파이크픽도빨랐다からね기도력あるアジールピックして全部いなして직스가사실뚜벅뚜벅뚜벅간다그래서뭐뭘할수있겠어요저게내쫓는거죠네모습은뭐위압감이있었습니다만결국오히려아그냥싸워요스텝이사라집니다소로큐ってこといやソロ級のメンバーが5人集まった方がいい構成ができるぐらいクソ기동성도빠르네요굴려야되는조합인데라인전이센것도아니었고아니이쪽은왜이렇게빠르나요젠지는요그래도이거는기회가될수있어요이거조금만지연시키고앞서고있는팀바로를다만 OTP 5人集まった方がいい構成できる まあただ練習はしてきてる動きではあったね。テキパキと動いてはいたよ。まあスクリームでうまくいってたのかな。まあ見てておもろいけどね。ああ下位チームだし1勝7敗のチームだし上位チーム相手、まあ、初見殺しのこの構成でやるしかなかったんだろう。正々堂々と戦っても勝てねえし。ただあんまりうまくいくような構成には見えないんだよな。10대3입니다그러면여기라도어떻게아니근데이쪽도잔뜩모이네요좋대일단모여가지고파이크가땡기고리신이랑그연계하고뭐이런거근데노지토카세나이요네 DPS 나이ぜ DPS 나이바스트가あるわけでもない아근데원거리막달려가서다잡은뛰었고그래도그래도때리는줄은노지와사스가니타와샤だけどミッドではフリー그렇죠소를위한대희생이에요3대3이라도근데4대3됐어요예그러니까 DRX 입장에서는어쩔수없습니다희생하고희생하고 TF 의골드카드지속시간나가すぎ나프시오ぜ지금사실은대를얻을2秒は長えよ포인트&클릭で깊은바다의처형일단원거리있으니까이거어떻게이거他の要素こんなにバフするんだったらゴールドカードナーフは必須です어이러면어이구어이구교환이라도
와초비그래도이거직스가일단라인클리어하면서버텨야돼수성대장맞출거맞히고네한번더쫓아서어쨌든밀어냈습니다그렇죠그러면서아래쪽으로이게오모로이게도고미다나오모시로이게도고미코세레드불바론파워플레이가6000대서언제12000차이납니다골든다시보시죠뭐라도해야되는데 DRX 가뭘하기가어렵고그러니까역으로젠지가그냥각보다가속도에계속내요우리가해줄게네그러면러브샷이라도해야되는데그것도안되고 그것도안되면서이제본진내부지역이완전촉파됐습니다억지두개날아갔고뭐이제는젠지가시간안주고그냥그대로바텀으로올것같고요예거기서 DRX 가최후의저항을한번해봐야죠테디가이리저리뭐딜은엄청많이넣는데인시가미또네 TF 出てこないのおかしいよな ADC とトップばっかりだ그렇죠그과정에서뭐이왕이면리신의발차기를통해서 GOD 로좀끊어주면좋은데억지싸움해야됩니다자바텀으로갑니다이제는바텀지역만남아있습니다나름직스가있어서라인클리어가되긴되는데뭐どうせ1ヶ月後とか2ヶ月後になったら TF 誰もピックしないようなナーフが来るんだろうな다른쪽도막아야되고なんならこのイカれたバフをもらう前の方が強いぐらいの그리고뭐여차하면또사이즈가들어갔어차고바로길을찾는데라이엇のおもちゃ잘잡았어요길은그러면본대쪽긴잘왔는데아지를몰아내고골드카드나프されてその後 AD ビルドやっぱ強すぎるから戻すわみたいな라이엇도ならありえる잘해서한번들어막았습니다예계속막다보면젠지가진짜막이상하게던질수도있는거니까오요요요예네이런거아근데이게계속긁혀요아긁히면어쨌든깎여나갑니다3年ぐらい前までは本当こんなに暴れてるキャラはバフされる前の方が強いぐらいのナーフが来るよねここ最近はちょっとナーフしすぎたら また戻すみたいなことはしてるからどうなんだろうねまあ 14.4 の TF のナーフは足りないのはわかる그래서억지로진짜억지싸우자진짜억지예요쌩대입니다하지만그거로할수있는건진짜억지다아예억지부리면안맞아야죠우리안맞습니다어그리고그냥초리가위로올라서계속찌릅니다이렇게오그래도이거라도잡았어요데미지가그래도나름나와요그래서이런거에감을받았습니다만결과적으로는그생각이완성되기는어려웠습니다젠지아젠지결국은이렇게넥서스가지는이제연대많이만나보지못한조합을상대로본인들이할